パート2では水処理についてお伝えしましたが、パート3ではおでんの堆肥化についてお伝えしたいと思います。堆肥化の過程に入る前の処理はパート2と同様に糸尿や浄化槽おでんを受け入れ槽に入れ、破砕機で細かく砕いて水分だけを絞り取り、おでん脱水機でさらにおでんと水分だけを分別します。この分別したおでんは資源化設備に運ばれ堆肥へと再生させます。これが絞ったおでんですね。やっぱり匂いします。それを出さないためのそうです。でそれを外に出さないためにいろんな装置を作ってるわけですね。これ乾燥機、大きな今度ドラムがあってですね、そのドラムの中に150度ぐらいの蒸気をダーッと入れてですね、でそのドラムを熱くしてるんですね。その上におでんを落として、で上からもう一本のローラーで絞って、そのローラーにへばりつける。だからこれが高温ですので、その間に乾燥させると、で乾燥したものがここに出て堆肥ホッパーの方に入ります。はい、脱水したおでんを乾燥させて、それが入っていくんですね。で約1週間この中に、これは2つあるんですけども、1週間発酵させて、でその発酵したものをこちらの水発酵槽に行って堆肥を作る。これも堆肥です。この水発酵の今下から出てます。もう終わったものです。でこれが蒸留設備に行って、これこの後に粒を作る。はい、最初に重量とか容量をこちらで設定してあげたら、勝手に袋に詰めて出ていくと。で出てきた袋を勝手に掴んで、この順番にもう綺麗に並べてくれる。だから人間が並べるよりも綺麗に並びます。だからその間は立ち入り禁止と。それがこう回転してますので、はい、